競馬部位の競馬予想始まるよ。おはようございます、競馬部位です。今日は神戸新聞杯ですね。あとオールカマーもあるんで、もう簡単に予想の方の買い目の方しかもうざっとしか言いませんのでよろしくお願いします。神戸新聞杯1点買いします。1点買い3番ワグネリアン、3番ワグネリアンで8番のエポカドーロ、ワイド、3000、馬連1000買います。38エポカドーロとワグネリアンしかもうありません。神戸新聞杯、欲はもう出しません。とりあえずは当てに行きたいんで神戸新聞杯はこの2頭にします。3番と8番よろしくお願いします。来てくれよ。で、もう1個中山のオールカマーの方ですね。悩んだ挙句こっちは初めねダンビライドかなと思っていたんですけどやめてアルワイン、1番のアルワインと7番レイデオロ、こっちも1点買い、この2頭しか考えれませんでした。なんでアルワインとレイデオロ1番と7番でワイド、こっちも3000ずつで馬連も1000いきます。今回はねちょっとね硬い、両方決着になるかなと思っているんで、人気に逆らわず、穴もちょっと今回狙えずなんですけどちょっと当ててね弾みをつけて、G1 のレースに挑みたいんで、ちょっと簡単な予想になるんですけどよろしくお願いします。今回グッドボタン、つけなくてもいいです。いい動画ではないと思ってるんでちょっと忙しくてね簡単な動画になりましたんでグッドボタンもいらないです。視聴だけしてもらえればまた次、確実に当てるようにするんでもしこの動画が当たった時はグッドボタンまた押しに来てくださいということなんでよろしくお願いします。競馬 V でした。 VV チャンネル登録競馬 VV。